ここからの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。The Animal 292戦う軍団ザ・ロード・ウリアースチャンピオンチームです。今日はサージェント・スローターとクラッシャー・ブラックウェルという強力な挑戦者チームがタイトルを狙ってアタックをいたします。 AWA 世界タッグ選手権試合であります。本間さん、はい、なんとも強力なチャレンジャーチームが現れました。大変面白い組み合わせですね、はい、ブラックウェルの方が180キロの体重を生かしたパワーのファイト、はい、スローターはですね、ニューヨークで大変人気のあった圧巻と言いますけど正義感、チャレンジって言いますかね、チェンジしたんですね、それで大変なウーター人ですね。さあ試合が始まりました。ザ・ロード・ウォリアーズ AWA 世界タッグ選手権チームの防衛戦でありますが、挑戦者チームはスローターブラックウェル、強力なパワーを誇ります。一味も二味も違う世界選手権試合が繰り広げられると思います。さあスローターの体勢を逆に入れた。このあたり気合幕を全くしておりません。サージェントスローターであります。スローターとフォーク、サージェントスローター、このあたりは力比べですね。スローターの場合ね、大変パンチのある人なんで、はい、パンチ合戦当然出てくると思いますね。まあその強力な挑戦者チームのスローターズ・ブラックウェルなんですが、今日ちょっとやり合いがありましたコーナーです。心配される点があるとすれば、今ブラックウェルに変わりましたけども、いわゆるコンビネーションでしょう、はい、このブラックウェルがポイントに入ってますね。ロープに帰ってくるところ重圧の再起、早くもアタックが出ました。ボディアタックが出ました。そしてヘッドバットにつないでいきます。流れは完全にスローターブラックウェルがスタートは取りました。このブラックウェルの場合、体を壊せた技が強いですね。なんといっても実際には180キロを超えているでしょう、ブラックウェル。今日も速いタッチを見せます。チャンピオンチーム、ロード・ウォリアーズ、蹴りを入れた。そしてコーナーに詰めて、ボディアタック。ブラックウェルを痛めつけます。もう一見すると荒っぽいだけのように見えるウォリアーズなんですが、その相手を巧みに自分のコーナーに引きつける術を持ってます。と同時にね、一発一発決める鋭さっていうのはすごいですね。一方のブラックウェル、今日は出だし非常にヘッドバットを多用しています。そしてパンチを多用しています。ブラックウェルとアニマル、アニマルがロープに振られた。そしてカウンターの、これはエルボーです。ブラックウェル180キロ、動きは速い。抱え上げますよ。ボディスローに叩きつけました。そして、リードロップを落としましたが、これは外されました。スローターがフォローします。さあ、場面がどう変わりますか。リング内はフォーク。踏みつけ。踏みつけの連発。動きが止まりました。ブラックウェルにパンチを落とします。さあもう一回ジャンプした。同じ攻撃を二度畳み込みました。ボールの体勢ですが、さあどうか。これはカウント2。ブラックウェルまだ大丈夫。この人はね、大変こう耐久力がある選手ですから、ブラックウェルまず大丈夫です。そうですね、はい、出だしはブラックウェルがそのブラックウェルのパンチ、あるいは続きでペースを掴んだかに見えましたが、やはりウォリアーズがこの辺り試合の主導権握りました。ブラックウェルがロープに振られました。帰ってくるところ、大きくジャンプしての2パット、正確にクリーンヒットしました。さあこの後どう持っていきますか。バックに回りました。おお、これはのど締めですね。スリーパーに入っています。この攻撃はどうなんでしょう。ブラックウェルのね、スタミナを奪う点では一番いいと思いますよ。はい、しかしまだ一瞬繋がる感じもありませんね、はい、果たしてサージェントスローター、ブラックウェル、その挑戦者ビーム、AWA の世界タッグ選手権をザ・ロード・ウォリアーズからダッシュすることができるかどうか。ウォリアーズの攻撃が続きます。距離を取って蹴りを入れます。しかしブラックウェル動かない。足を取りました。ブラックウェル、さあブラックウェルの攻撃だ。パンチを持っていきました。強烈な右のストレートです。
そしてバックに回ったぞ。どう回っていくか。おっと、バックを振り持っていきました。これはちょっと意外な技を見せました。大技を見せましたね。こちらこういった形で投げられたのは初めてですね。はい、バックドロップでフォークウォリアーと叩きつけられまして、リング内はアニマルウォリアーに変わっています。やられてもこう落とされた瞬間にタッチしてるあたり憎いですね、この2人 ね、 そうですね。アニマルとブラックエル180キロフリースラムで叩きつけた。脇に湧きます。ソフトボールシビックセンターのお客様、さあどうか。若い村上の体勢だが不十分。今度は重複攻撃です。アニマルがこの一連の攻撃を組んでますと、ああ今フォークに変わりましたけども、大技小技をうまくコンビネーションするようになってまいりました。再びフォークウォリアーです。ちょっとブラックエルが長いですね。タッチしたい場面ですね。やはり自分の自信がね、過信につながってこういう失敗やりますね。さあもう一回ボディスラムを叩きつけます。ドーッと湧きました。またまた湧きました。さあそしてダイビングプレスです。カウンターに膝を振りました。膝ましたね。西満塁のピンチから逆転を放ったランチのブラックエル。さあこれで場面がどう変わりますか。スローターが手を伸ばしています。ブラックエルとしてはこれがこの辺りでタッチをしたい場面ですが、あとはバッターに出した。スローターがスローターが2枚に入りました。ようやくスローター登場であります。ロッカーが抱い上げてブロックに乗っていきます。やはりこのギリギリしながら手番を待っていたスローター、一気にエンジン全開です。ウォリアーズのその仕掛けた罠にハマる場面も考えられます。サージャント・スローター、このスローターも196センチ132キロ、全く体格負けをしておりません。手をつかの力比べ。ロープをうまく使いましたアニマル・ウォリアーであります。あ、レフリーが見てました。チェックしてますね。はい、最近一連のこのチャンピオンゲームウォリアーズの防衛戦、流れをどういうふうに門馬さんご覧になってますか。やはりね、ブラックウェルとスローター大変こう手強い相手で、ちょっとやはり力でもゴブゴブにされてますんでね。今までファビラスワンズですか、コースを打っただけにちょっとこう戸惑ってるような感じがありますね、力に対してね。相変わらず手4つの体勢、膝をついておりますのがオリ軍曹サージャントスローターであります。ただ戦術的には大変こう上手くなってますね。はい、サージャントスローター、下からスタンディングポジションに場所を変えようというところ、あの高熱怪人アイアンシークとの交渉に次ぐ交渉からターゲットをロードウォリアーズのアイアンゲイタンクに絞ってまいりました。サージャントスローターリストラックです。後ろからフォーク、だいぶ効いてますね。あの肘はね、効いてますよね。また後ろからパンチを持っていきます。フォークウォリアーしかし AWA の世界タッグ選手権試合としては予想を上回る好ファイトになりましたね、はい、あまり反則ありませんからね。そうなんです。コーナーに詰まっているのがサージャントスローカー、パンチを叩き込みます。フォークウォリアー、これまでのところリング下のシャーマネージャーボールラインの動きも動きも激しい動きは出ておりません。体勢がよくコーナーに片付けられました。首つけます。だいぶ痛そうな表情で、サージャントスワーカー肩口ですね、肩両方ですね。それからテイキングのあたりもちょっと気になるような構図を見せてますね。先ほどはクラッシャーブラックエルがやや一歩交換のそんな感じになりました。今度はスローターが捕まっています。パワーでは申し分のないスローターブラックウェル組ですが、失敗されるのはコンビネーションプレー。この辺りがどう出てまいりますか。相手コーナーです。スローターです。一番失敗された点が出てきましたね。はい、このスローターの場合ニューヨークで大変長くやってますんでね。そうですよね。まだブラックウェルと組んで長くないわけですね、そこを突かれてますね。
クラッシャー・リソワスキーバロン・ホン・ラシキ組からタイトルを奪取いたしました。まさに21世紀を先取りする戦う軍団ロード・ウォリアーズ、今日の防衛戦スローター・ブラックウェル組がそのタイトルを狙っての挑戦であります。さあロープ越しのこれは何に持っていきますか。レンバスターに取り付けました。さあゴールの体勢に持っていきましたが、どうか、カウント2つ、相変わらず捕まっております。サージェント・スローター、ベトナム帰りの鬼軍曹とも言われましたサージェント・スローター、捕まっています。フォークからアニマ、下からパンチを持っていきます。サージェント・スローターであります。パンチがやや弱い、これはいいパンチだ、のど元に。さあ左のジャブが飛びます。サージェント・スローター、この辺りからようやく反撃の体勢を固めました。ロープに振ったリバウンドするところ、いいカウンターのエコーなんです。ブラックエルです。はい、ですね、チャンスですね。ブラックエル、左で蹴った、そしてロープに飛ばした。さあ、これも右のパンチです。大きく倒れました。大の字に倒れました。ワリアーズ、そして大きくジャンプして180キロ。ライトボディプレッサー。さあどうか、カウントが、あっと2つ、カウント2つ。ブラックエルね、今面白いことにね、ウォリアーズクラッシュと同じ格好で抑えたところですね。そしてアバランシュも持っていきました。これは2つ、カウント2つ、ブラックエルがうまくチャンスを立て続けに作ります。そしてコーナーに振りました。重圧粉砕機ボディアタックです。180キロがぶち当たりました。このタッチワークはいいですね。再びスロー、これは勝負ですよ。はい、ラリアット、レッドアンドのラリアット、スローター挑戦者チーム会長です。後ろからチャンスを狙います。アジェントスローター、さあこれは何か、これは何か、おお、三角締めの体勢です。はい、三角締めの体勢だ、決まってるぞ。どうなるか、コーナーに持っていきました。しかし解けません、解けません。スリーパーでもあるし、はい、いわゆる柔道のあの三角締め、はい、そんな感じの締め技を見せましたスローターです。タッチをしたい、タッチをしたい、しかしどうか、チャンピオンコーナータッチをしたい場面ですが、どうか、距離がありますね。これはね、うまくすると締め落とせますね。フィニッシュに持っていくことができるかどうか、はい、ブラックエルが飛び込んだ。これはうまいフォローを見せます。いいフォローを見せました、いいフォローを見せました。ブラックエルがパス、そして今一人飛び込んできたのはシューパーフィニッシュ、ゲイリーランニュー、スローターでパンチを一発チーク、アドマン、ケイシーがリング内に乱入してまいりました。ケイシーがぶち壊しに飛びました。 AWA 世界タッグ選手権であります。さあ出てまいりました、リング上、ボーデルリングのリング上に姿を見せております。これは収集がつかなくなりました。4対2ですか、収集がつかなくなりました、リング上であります。ケイシーが、そしてマネージャーのボーデルリングで狂います。残念ですね、こういった乱入はね、どういった裁定になりますか。スローター、そしてブラックエル、ボーグ、エラリング、こういった選手がリング上荒れております、荒れております。そしてボークと、ボークとブラックエル、ボークとブラックエル、アニマルとスローターがやり合っています。大荒れの AWA 世界タッグ選手権試合となりました。これは、まだ正式発表はありませんけど、おそらくチャンピオンチームの反則が来ないことも不思議でないケースが反則ですね。そうでしょうね。椅子が投げ込まれました。椅子が投げ込まれた、椅子を持ちましてスローター、そしてブラックウェルがチャンピオンチームのウォリアーズ、アニマルホークに襲い込みます。